実は受かりやすい難関風の大学。難関と言われたりそういう風に見えるものの、実は最近入学しやすくなっているという大学を3つ紹介します。1つ目、上智大学。上智大学はね、3年前から受験制度を変更して共通テストプラス学部独自試験っていう形になりました。ただやっぱりこの共通テストの対策も独自試験の対策もしなくちゃいけないっていうのは受験生にとってはめちゃくちゃ大変なことで、この入試方式の変更があってから上智大学は志願者数を徐々に減らしてきています。それに比例してね、入試倍率も下がってきていて、2倍台とかなんなら1倍台の学部も存在するという状況なので、今上智大学は実は穴場かもしれません。